会長、僕あの愛さんから最後に伝言預かったんですよ。うん、あの一番好きな曲聴いといてって言われたんですけど。俺さ結構最近の曲で好きなのがあってさ、はい、小村さんに書いてもらってグランドミーって曲があるんだけど、あれ大好きなんだけど、はい、割と最近だよね。割とっていうかもう5年、4、5年前かな、はい、やっぱ天才だなって思ったんだよね。うん、小村さんがだよ、お互いね、両方ともね、はい、うん、どれって言われてもさ、それぞれ全部思い出があるんですよ。はい、タイアップという思い出がある、うん、この曲は何のタイアップとか全部全部だって俺の仕事ってさ、はい、まあ、コラボを探してくるみたいなものを YouTube で言えば、うん、タイアップ取るのが仕事だったから、はい、ほぼドラマの主題歌とか、例えばラブ、はい、ディスティニー、ツンクとデュエットね、はい、でラブなん、ディスティニーはツンクとデュエットってのは、アユのラブのっていう曲のピアノで辻井くんが弾いてるバージョンがあるんですよ。これ一番好きですね。だからラブになっちゃいますよね。だから3、4、シングルとしては6作目かな。4作目は終わってアルバム出して5作目で What Ever に行ってからの次じゃない、はい、ドラマの主題歌4月クールだったから5月とかの発売だと思うんだけど、うん、ツンクとデュエットが出るんだけど、その曲が好きだ。でもツンクの作曲だよ、はい、すごい好きだけど一番好きなのはアユがソロで辻くんが弾いて、まあ、取り直してはいないと思うんだけど、その曲が一番好きですね。多分俺の YouTube っていうか Apple の再生回数でおそらくグローブのメニークラシックモーメントと並んで1位2位を争ってる感じ、再生回数がね。で毎晩聴いてたもん、その2曲は。会長がじゃあその好きな歌は ラブでしたっけ。ラブですね。ラブ、これを見てるアユさんも初めてここで分かるんですね。会長はラブが好き。そのやっぱアユなんでさ、俺だってさ、アユはさ、オーラがすごいわけよ。うん、多分普通の人って言ったらだけど、みんなヤバいと思うよ。